ペラが創作した1940年から続く短編アニメーション映画シリーズ及びテレビアニメ、カートゥーン、ギャグアニメである。略称はトム・ジェリ、ー、TJ など。体が大きく短気だが、お調子者でおっちょこちょいでどこか憎めない部分のある猫トムと、体は小さいがいたずら好きで、ずる賢く追いかけてくると無をことも投げにさらりとかわす。 ネズミジェリーのドタバタ劇をナンセンスとユーモアたっぷりに描いたアニメ作品でアカデミー賞を2021年11月現在最も受賞した作品となっておりディズニー以上に受賞している日本でも1964年に TBS テレビと TBS 系列でテレビ初公開されて以来幾度も繰り返し再放送 VHS ビデオと DVD も数多くリリースされ、現在に至るまで愛され続けている。1930年代後半、当時アメリカでアニメーションの分野では、ウォルト・ディズニー・プロダクションとフライシャー・スタジオの2社が、しのぎを削っており、他の映画会社が負けじとカートゥーンを手掛け始めていた。 1937年にアニメ部門を設立した MGM も例外ではなく新しいカートゥーンを作るべくウィリアム・ハンナとジョセフ・バーベラの二人のアニメーターに制作を依頼した。1940年に第一作目上には上があるをアメリカで公開。公開当時トムジェリーというタイトルは付けられておらずトムはジャスパー、ジェリーはジンクスという名前だった。 制作も、おなじみのハンナ・バーベラの二人の連名ではなく、ルドルフ・アイジングという、全く別の制作者の名前が冒頭で、公開されていた。トムとジェリーに限らず、上映時間が7分程度の短編アニメは、アメリカの映画館では、ニュース映画や予告編と共に実写映画の前に、前座として上映されていたもので、子供のみならず大人も楽しむために作られていた。 トムとジェリーを語る上で重要視されているものに脇役の存在が挙げられる。事実、ハンナ・バーベラ第1期には、ニブルスやスパイク、ブッチなど、個性的な脇役たちによって、話を盛り上げていくこともしばしばあった。なお、トムとジェリーが人ゴを滅多に喋らないキャラクターとして、設定されているのに対し、脇役の動物の中には、 積極的にセリフを喋る者も,もおり、中にはテレビ出演して歌を歌った者すらいる。メインその他作品一覧は、トムとジェリーの短編作品一覧を参照。全作品がテクニカラー制作。アカデミー賞受賞、ノミネート作品が多く並ぶ。恐怖ルアニメーションと呼ばれる動きの滑らかな作画が特徴。また、 ディズニーの作品に対抗意識を持って作られた一種のディズニー短編へのパロディ作品がいくつも見受けられる。第二次世界大戦が行われた時代には、勝利は我に、に代表される、戦時色の濃い作品も見受けられ、ヒトラーらの数軸国側を揶揄する表現も登場する。1955年公開の、ヒゲも使いようまでは、ハンナ・バーベラの二人は監督という立場で、 作品制作に携わり、制作はフレッド・クインビーが担当していた。その次の素敵なママ以降は、制作、監督の両面で、ハンナ・バーベラがメインとして携わっている。この時期の音楽を担当した作曲家、スコット・ブラッドリーは、映像のあらゆる細かい動きにタイミングを合わせて、ふさわしい音楽をつけていくという、緻密な構成を備えた、フルオーケストラ曲を、 それぞれの作品のために書いている。同じ作品内でも場面によってジャズ風からクラシック風まで曲調が目まぐるしく変化する独特の伴奏音楽はこの時期の作品群の大きな魅力の一つである。この時期のオープニングは実写映画と同様だが下にカートゥーンのロゴが入る MGM のロゴで始まりタイトルカード、サブタイトルカード、クレジット1、クレジット2となる。 著作権表記は、クレジット1に入る。リニューされたかどうかは不明。また、上には、上があるのみ、著作権表記が入らない。また、エンドカードは統一デザインとなっている。実写映画の著作権表記とエンドカードに入る、MGM の車掌は入らない。1950年代後半、テレビの普及と撮影所システムの崩壊で、 MGM の経営は傾き始めた。しかし、トムとジェリーも予算は削られたものの人気は依然高かった。MGM は当初、アニメーションなどの短編映画もシネマスコープ化して対抗しようとしたが、やがて旧作の上映の方が新作上映よりも儲かる事実に気づいた。その結論は、MGM のアニメーション部門の閉鎖だった。 1957年スタジオは閉鎖され、1958年8月1日公開の作品が最後となった。ハンナとバーベラは独立し、ハンナ・バーベラプロダクションを設立する。1940年から1953年12月31日までの作品は日本で著作権の保護期間が終了しているが、1954年1月1日以降の ハンナ・バーベラ第一期作品、並びに、後述のジーン・ダイチ期以降の作品は全て日本で、著作権の保護期間中である。1960年、MGM は、トムとジェリーの新作短編シリーズを再開することにし、プロデューサーのウィリアム・エル・スナイダーは、チェコスロバキアの首都プラハに拠点を置く、ジーダイッチのスタジオ、レンブラント・フィルムに制作させた。 ダイッチとスナイダーのコンビは、シュルレアリスティックな短編13編を作った。全作品メトロカラー制作。この時期のオープニングは、実写映画と同じ MGM のロゴで始まり、タイトルカード、サブタイトルカード、クレジットとなる。BGM は、ご機嫌ないとこで使われたものを流用。後に、TBS 版で使われる、統一版となる。この木のトムとジェリーは、 唯一ラストにメイドインハリウッド USA がついていない。しかも第一のスタジオは当時アメリカと敵対関係にあった東側諸国のチェコスロバキアに所在したためスタジオがどこの街にあるかはクレジットからは完全に省略された。通常版の DVD には未収録だが1コイン DVD には一部収録。この期間の作品には サブタイトルカードに著作権表記が入るが、リニューされたかどうかは不明。第一制作文の最後の一本が公開された後、MGM は、ルーニートゥーンズや、メリーメロディーズなど、バッグスバニーやダフィーダックを、主人公にしたアニメーション短編シリーズで名高か,かった、アメリカ人監督チャック・ジョーンズを起用することとした。ジョーンズは1933年から30年、在籍した、 ワーナーのアニメーションスタジオを実施、新たに自らのスタジオである、シブタワー12プロダクションズを、パートナーのレス・ゴールドマンと立ち上げたところだった。ジョーンズとゴールドマンは1963年から34本の短編を制作した。全作品メトロカラー制作。これらの作品は、ジョーンズの演出が特徴的である。同時期のサイケデリックムーブメントの影響も見られた。 ジョーンズは、トムとジェリーのブランドに、自分のスタイルを当てはめようとした。ストーリーラインやキャラクターの個性はあまり変わらないが、キャラクターデザインが大きく変わった。トムは、ボリス・カーロフのような太い眉毛になり、頬の毛もふさふさになった。ジェリーは、目や耳が大きくなり、ポーキーピッグのような姿形になった。チャック・ジョーンズ期のオープニングのトムとジェリーのロゴは、 日本のテレビ放送でもお馴染みの MGM のロゴのライオンが吠えるところまでは以前の作品と同じだがそのライオンの部分がトムがニャーと鳴くところに変わり真ん中の丸がそのままトムの王になりその後ジェリーの Y の上にジェリーが降りてくるこの後サブタイトルカードクレジット1クレジット2となるためルーニー・トゥーンズと同じフォーマットが取られ著作権表記は クレジット1に入る。ウンパーのロゴも、ルーニー・トゥーンズで使われた字ロゴとは異なるものが使われている。シブタワー12は、MGM のアニメーション部門になり、MGM は1967年には、アニメーション短編の制作を停止した。ジョーンズはすでに、テレビスペシャルや、ノートン・ジャスターの自動書、マイロの不思議な冒険の長編映画化、ザ・ファントム・トールブースなど、 他の仕事に取り掛かっていた。ここまでは劇場用に作られたため収録時間が6分から9分の間で一定しない。この木には BGM 作曲家が3人いて、話の雰囲気や制作時期などに応じて、ユージーン・ポダニー、ディーン・エリオット、カール・ブラントが楽曲を提供している。ポダニーは弦楽器や管楽器を中心とした。 明るめで、メローな曲調を、エリオットはブラスが幅を利かせた、時に警戒、時に激しい曲調の楽曲を、ブラントは、金管や木管を基調とした、ジャズ及びロックンロール調の楽曲を得意としており、3人、それぞれ強い個性を放っているが、いずれの作曲家も、BGM と映像がシンクロした繊細かつ流麗な、劇とも音楽を書くという意味では、共通している。 1965年以降、ハンナ・バーベラ第一期の作品が CBS で土曜の朝からテレビ放映され人気を博した。チャック・ジョーンズの制作班はテレビ放送やポリティカルコレクトネスへの配慮のために黒人のお手伝いさんをマスク処理で取り除き白人女性に入れ替える書き直し作業や声の差し替えも行っていた。また、テレビ向けには 暴力的とされたアクションも編集で削られた。CBS は1967年から放送を日曜に移し、1972年9月まで放送した。近年、アメリカやイギリスのカートゥーンネットワークやブーメランで放送を行っているが、トムが喫煙しているシーンで視聴者からの教育上良くないという意見が理由で削除されたケースが問題化している。 ザニュー・トムジェリー・ショーというタイトルでテレビシリーズとして制作。ABC で土曜の朝のカートゥーン枠に放送され、再びハンナとバーベラが制作に当たることになった。日本では新トムとジェリーのタイトルで放映された。テレビの厳格な暴力描写の規制のため、トムとジェリーが喧嘩をせず、一緒に冒険に出るなどストーリーは大きく変わった。 またジェリーが赤い蝶ネクタイを着用している。これ以降の短編作品群はテレビでの放送を考慮して収録時間がきっちり7分となったのみ8分。全作品カラーフィルム制作。現在、日本では DVD 未発売。この時期の作品には著作権表記が入り保護期間中。ザ・トムジェリーコメディーショーの名前で1980年に テレビ向けに制作された短編作品群。1983年までの間 CBS で繰り返し放送された。日本ではトムとジェリー大行進内で放送されたが、現時点では日米共に DVD の発売が予定されていない。MGM 名義で制作された最後の作品群となった。全作品カラーフィルム制作。 この時期の作品には著作権表記が入り、保護期間中。1986年に CNN 創業者、テッド・ターナーが MGM を一時的に買収し、この時、トムとジェリーも含む古い MGM 作品の権利が、ターナーエンターテイメントの手に移ったため、以後シリーズは、ターナーブロードキャスティングシステム系列の会社で、制作されるようになった。この権利はもともと、 MGM とターナーエンターテイメントが関わっていたが、1996年にターナーがタイムワーナーに買収され、参加となったため、MGM として関わることはなくなり、ワーナーブラザースとして関わるようになった。これらの作品は、エグゼクティブプロデューサーとしてハンナとバーベラの二人が関わっており、2001年のハンナが、死去後の作品は、バーベラが単独で担当した。なお、 2006年のバーベラが死去後の作品にはキャラクター制作としてハンナ・バーベラコンビがクレジットされている。は、カートゥーンネットワークで現在放送している作品。は、過去にカートゥーンネットワークで放送された実績のある作品。トムとジェリー・キッズは1980年代から1990年代にかけて続いたクラシックなトゥーンキャラを大人から子供に変えて 再利用するという風潮に伴い、トムとジェリーも子供バージョンが作られることになった。トムとジェリーの幼年期を描いたアニメ作品。現代は、トムジェリーキッズショーハンナ・バーベラ・プロダクションとターナー・エンターテインメントの制作、フォックスでの放送。全作品カラーフィルム制作。VHS では発売されたが、DVD はこの作品としては、 未発売だが長編作品には映像特典として収録するものがある。トムとジェリーの大冒険は初の劇場版長編作品。現代はトムジェリー、ザ・ムービー。カラーフィルム、スタンダードサイズ制作。ヘンリー・マン・シーニの遺作となった。日本語を吹き替え版では、篠原涼子と小林幸子がゲスト声優として参加している。 VHSDVD が発売中。ザ・マンション・キャットは2000年に60周年記念に制作された TV 向け短編作品。日本ではカートゥーンネットワークのカートゥーン・カートゥーンショーで2001年4月20日に放送。デジタルビデオ制作。DVD 未収録。トムとジェリー・魔法の指輪は初の OVA 長編作品。現代はトムジェリー。 マジック・リング。デジタルビデオ制作。ハンナの遺作となった。この作品以降、ワーナー・ブラザー,アース・アニメーションがアニメ制作を行っている。トムとジェリーカは・カセイ・エイクは OVA 長編作品2作目。現代はトムジェリー、ブラスト、オフ・ツー・マーズ。デジタルビデオハイビジョン制作。DVD 版及び専門チャンネルであるカートゥーンネットワーク放送では、 画面左右両端をカットし、画面アスペクト比率が地上波アナログ放送と同じ4、3となっている。ヒカリ TV ビデオサービスでは、字幕スーパー版が、ハイビジョン画質で登録、配信している。トムと、ジェリーワイルドスピードは、OVA 長編作品3作目。現代は、トムジェリー、ザ・ファーストザ・ファーリー。デジタルビデオハイビジョン制作。 DVD 版および専門チャンネルであるカートゥーンネットワーク放送では画面左右両端をカットし画面アスペクト比率が4、3となっているがブルーレイ版はハイビジョン画質で収録している。ザ・カラテガードは劇場版作品2作目にあたる短編作品アニーショーのミネート。劇場用の短編作としては現時点で最終作。日本では カートゥーンネットワークのカートゥーンカートゥーンショーで2006年1月27日に放送。デジタルビデオ制作。DVD 未収録。トムとジェリーの宝島は OVA 長編作品4作目。現代はトムジェリー、シバー・メイウィスカーズ。デジタルビデオハイビジョン制作。DVD 版及びカートゥーンネットワーク放送での画面アスペクト比率は4。 サンダが2013年末に地上波で放送された際はオリジナルと同じ16、9サイズで放送された。トムとジェリーテイルズは30年ぶりに制作を再開した短編作品群テレビアニメシリーズ CW テレビジョンネットワークで放送。現代はトムジェリーテイルズ全作品デジタルハイビジョン制作 DVD 版び カートゥーンネットワーク放送では、画面左右両端をカットし、画面アスペクト比率が4、3となっている。この作品では、バーベラが、エグゼクティブプロデューサー及び一部作品の脚本を担当している。トムとジェリーのくるみ割り人形は、OVA 長編作品5作目。現代は、トムジェリー、ーナッツクラッカーテール。デジタルビデオハイビジョン制作。 DVD 版およびカートゥーンネットワーク放送では画面左右両端をカットし画面アスペクト比率が4、3となっているバーベラの遺作となったトムとジェリー・シャーロック・ホームズは作者主語作品 OVA 長編作品6作目現代はトムジェリー・ミート・シャーロック・ホームズデジタルビデオハイビジョン制作この作品から DVD 版および カートゥーンネットワークの放送では16、9での放送を実施している。トムとジェリー・オズの魔法師は、OVA 長編作品7作目。現代は、トムジェリーザ・ウィザード・オブ・オズ。デジタルビデオハイビジョン制作。トムとジェリー・ロビンフッドは、OVA 長編作品8作目。現代は、トムジェリー、ロビンフッドヒズ・メリー・マウス。 デジタルビデオハイビジョン制作。トムとジェリー・ジャックと豆の木は OVA 長編作品9作目。現代はトムジェリーズジャイアント・アドベンチャー。デジタルビデオハイビジョン制作。トムとジェリーショーはトムとジェリー・テールズ以来8年ぶり制作された短編作品群。テレビシリーズカートゥーンネットワークで放送。現代はザ・トムジェリーショー。 2016年10月26日からシーズンにとして、もっと、トムとジェリー賞というタイトルで DVD が発売されている。デジタルビデオハイビジョン制作。トムとジェリーと迷子のドラゴンは OVA 長編作品10作目。現代は、トムジェリー、ザ・ロスト・ドラゴン。デジタルビデオハイビジョン制作。サンタの小さなお手伝いさんは、初の OVA 短編作品。 2014年発売の DVD、トムとジェリー・サンタの小さなお手伝いさんに収録。現代は、トムジェリー、サンタズ・リトル・ヘルパーズ。デジタルビデオハイビジョン制作、トムとジェリー・スパイクエストは、OVA 長編作品11作目。現代は、トムジェリー、スパイクエスト。デジタルビデオハイビジョン制作。同じハンナ・バーベラ作品のアニメ。 JQ とのクロスオーバー作品。日本語吹き替え版においては、この作品が、トム役を演じる、肝付金田の最後の吹き替えとなった。トムとジェリースクエ、魔法の国オズは、OVA 長編作品12作目。現代は、トムジェリー、バックツーオズ。デジタルビデオハイビジョン制作。2011年に制作された、長編作品。 トムとジェリー・オズの魔法師の続編。言語版においては、ドルーピー、ブッチ、オズの大魔王役を務めたジョー・アラスキーの遺作になって、おりエンディングに、彼の追悼文が載せられた。日本では2016年11月19日に、ローソン、HMV にて、DVD 独占先行販売の他ユナイテッドシネマ、シネプレックスにて、劇場公開された。 工業収入は1320万円。トムと、ジェリー夢のチョコレート工場は、OVA 長編作品13作目。現代は、トムジェリー、ウィリー・ワンカザ・チョコレート・ファクトリー。デジタルビデオハイビジョン制作。日本では2017年11月17日に、DVD で発売された。ゲスト声優として、横山大輔が、ウィリー・オンカ役で出演する。 当初は劇場で公開される予定だったが諸事情により中止となった。トムとジェリーは2021年公開のアメリカ合衆国のアニメ映画。人気漫画トムとジェリーを実写と CG アニメの合成で映画化。日本では2021年3月19日に劇場公開された。トムとジェリーショートはトムとジェリーのプロモーションとして制作された全日本の 短編作品群。現代は、トムジェリースペシャルショーズ。デジタルビデオハイビジョン制作。HBO Max で配信。日本では2021年11月3日に、カートゥーンネットワークで日本初放送された。トムとジェリーニューヨークは、2021年に放送を開始したテレビシリーズ。現代は、トムジェリーニューヨーク。 デジタルビデオハイビジョン制作。HBO Max で配信。日本では2021年12月に、カートゥーンネットワークで日本初放送予定。1964年5月13日から1966年2月23日まで、毎週水曜日の19時30分から20時に、TBS 系列で放送された。サンスターオのギの一社提供。配給は、 トランスグローバルである。開始当初はモノクロでの放送で、後にカラー放送へと移行した。2話目にテックス・アベリーなどの作品が挿入されたのは1971年から。日本語を吹き替え、トム、ヤシロシュン、ジェリー、藤田敏子ナレーション、谷刈一。放送終了後も長期にわたり、全国の地方局に再放送されていた。主題歌、 トムとジェリー初回放送時の放送局日本テレビ系列の青森放送、秋田放送、山形放送、北日本放送、及び放送当時は日本テレビ系列単独加盟だった。福井放送以外は当時 TBS 系列。TBS 版で挿入されたアニメ作品、TBS 版、トムとジェリーでは30分の番組内でトムとジェリーの2作品が放送されたが、 その2本の間に他のキャラクターを主人公としたアニメーションが1作品挿入されて放送された。通称真ん中の話とも呼ばれる。挿入された作品一覧はこちらを参照。ドルーピー主演作の一部はトムとジェリー通常版 DVD に特典として1作ずつ収録された。1970年代後半にネット系列で放送。ザニュー。 トムジェリー賞を日本で放送したもの。主題歌はアメリカ版のものを使用している。トムとジェリーは叫び声、笑い声などは発するもののセリフは入っていない。なお、本作は再放送はたびたび民放にて行われたが日本ではビデオ化されていない。日本で1992年にビデオで発売された。 新トムとジェリーはシーズン1によるトムとジェリーキッズの帯入れおで本作とは別物。1980年から1981年に日本テレビ系列木曜スペシャルでおかしなおかしなトムとジェリー大行進として単発で放送。ここでは当時未公開だったチャック・ジョーンズ機を放送。お好みサンドとジェリーの親友の庭のみ。 TBS 版で放送され、ここでは放送されていない。ナレーションは植木等が務めた。その後、同じく、日本テレビ系列で1981年から1982年まで、トムとジェリー大行進をレギュラー番組として放送。こちらは、フィルメーション作品を日本で放送したもの。2000年10月1日から2001年6月24日まで。 日曜日の7時7時30分にテレビ東京系列で放映。配給はワーナーブラザーステレビジョンと朝 2DK である。主題歌は TBS 版で使われたトムとジェリーをそのまま使用している。放送形態が特殊で2話目にトゥイーティーが挿入されたり1話目のみがトムとジェリーで2話目がチキチキマシンモーレースで3話目が偉大なる。 ケンケン劇場だったり、また3話すべてが、トムと、ジェリーだったこともある。現在は、ワーナーブラザーステレビジョンが配給し、各地方局などで放送。放送プログラムは、どこで放送されても同じ。オープニングは、イソーローの音楽を使用、エンディングは、DVD 全10巻のジャケット画面で、曲は、TBS 版を使用し、クレジットになっている。映像ソースが、 LD 版と同じため黒人差別を指摘される恐れのある部分があまりカットされずそのまま放送されることがある。作品によりトムとジェリーの声優が異なる。話数の編成、順序は放送局によって異なっている2006年6月から7月にかけて同じ時間帯に KBS 京都とサンテレビで30分枠が放送された。 その他にも、東京 MX でも放送され、九州では、九州朝日放送の自社制作の、朝です。内にて、夏休みや祝日に毎日1話ずつ放送していた。2013年12月23日から2014年2月19日まで、テレビ大阪で8時から放送されていた。千葉テレビ放送で2014年4月29日より、 毎週火曜の17時30分から放送された。2021年にも3月9日から放送されている。KBS 京都も再び2015年5月11日から7月1日まで放映。カートゥーンネットワークでの放送では DVD 版や現在の地上派での放送の吹き替えとは違い、日本語吹き替え音声が入らない作品が稀にある。また、 作品により、トムとジェリーの声優が異なる。放送プログラムはランダムで、DVD 未収録作品も放送される。シネマスコープのトリミングでは、DVD 版のような中央のみしか映らないものでは、なく、左右に動いたり、縦に引き伸ばされたりしている。番組冒頭で、原作者のオリジナリティを尊重し、の注釈を入れているため、DVD 版では、 カットされたシーンがそのまま放送されることがある。2010年6月1日からは生体70周年を記念して HD リマスター版が放送されている。これによりシネマスコープ作品がハイビジョンで視聴可能になった。2020年3月からは放送枠を一つ増やし、6本立ての1時間枠大人のトムとジェリーを放送。内容は トムとジェリーとドルーピーとルーニー・トゥーンズといったもので前半と後半のどちらかがトムとジェリーでその後は上記の二つが日替わりで三本放送されるただしトムとジェリーのみ放送される場合がある3話ずつ火曜18時30分18時55分に放送2013年4月2日から12月24日までハンナバーベラ 第一、常温月の各作品がセレクションされ、2014年1月7日から2014年9月16日まで、同じ順番の再放送となっている。よく知られた作品の放題が変更された回がある。スタンダードサイズで制作された回は、左右にサイドバーが付けられ、厳密には、画面中央比3、4より、わずかに横長。スコープサイズに、リメイクされた回は、 左右をカットして、ハイビジョン画面に合わせている。エンディングには、TBS 版主題歌、トムとジェリーが使用されている。セリフのある、回の吹き替え音声は、レーザーディスク版の流用で、エンディングで、LD ボックス参巻に出演した声優ほぼ、全員に加え演出、翻訳スタッフまでクレジットされる点は、データとしては貴重。それに伴い、 日本語を吹き替え音声が入らない作品のものが抑えられている。ただし表記は放送会に沿ったものではなく毎回同一である。2005年にカートゥーンネットワークのポップコーンで放送されたトムとジェリーの大冒険以降不定期でトムとジェリーの長編作品が放送されるようになった。作品によりトムの声優が異なる。特に トムとジェリーのくるみ割り人形は2008年以降、クリスマスシーズンの12月限定に、必ず放送されている。2007年6月2日から、カートゥーンネットワークで放送されるのを皮切りに2010年以降は、地上波各地方局で放送されているほか、2012年4月4日からは、BS プレミアムでも放送されていた。DVD 版とは異なり、 トムとジェリーの声のみ言語版の声が使われている。2008年8月1日に BS2 の 2008BS 夏休みアニメ特選内で放送された。2011年12月25日に BS プレミアムの BS プレミアム冬休みキッズスペシャル内で放送された。2014年4月6日からカートゥーンネットワークのプレミアムサンデー枠にて 放送開始。毎月放送作品が変わる枠の関係上、1ヶ月4週分の放送を行う。また、前述のトムとジェリーの後、番組として2014年9月23日から、BS プレミアムにて、新トムとジェリー賞という番組名で放送を開始した。地上派では、トムとジェリー賞として、2015年12月15日より、東京 MX で、 2016年4月から2017年3月25日までは、青森放送で、2016年9月4日より、テレビ愛知で、それぞれ放送されている。現在正規版では、新トムとジェリーは、バンダイビジュアル。トムとジェリーキッズは、アミューズビデオと小畜。トムとジェリーアニメコレクション DVD は、宝ーアーツ。それ以外の旧作、新作は、 ワーナーホームビデオから発売されている。それ以前は、日本ビクター、パイオニア LDC、ヘラルドポニーでも発売されていた。声の出演、トムとジェリーキッズでは、言語版の声が使われている。LD 版は、全3巻。トムとジェリースペシャルボックスという商品名で、発売された。新規収録された日本語吹き替え版は、 規制版を踏襲しない声優を据えた第1巻に対し、第2巻以降は、テレビシリーズや規制のビデオ LD により近いキャスティングが行われている。パパは強いな、赤ちゃんは楽だね、見いちゃった見いちゃった、必殺ネズミ取りを呼び、日本未公開リメイク作品は未収録。人員第一期については、トムとジェリー・ドルーピーと一緒に収録されている。 黒人差別を指摘される恐れのある部分があまりカットされていない。映画評論家の森拓也が監修を務めており、彼による作品解説シートが同梱されている。声の出演作品により、トムとジェリーの声優が異なる。VHS 版は全20巻。パパは強いな、赤ちゃんは楽だね、見いちゃった見いちゃった。必殺ネズミ取り及び、日本未公開リメイク作品は、 未収録。人員第一期については、トムとジェリー・ドルーピーと一緒に収録されている。発売時期の関係と映像ソースが LD 版と同じため、黒人差別を指摘される恐れのある部分があまりカットされていない。LD 版同様、森拓也が監修を務めている。声の出演作品により、トムとジェリーの声優が異なる。通常版 DVD は、 全10巻、UMD 版はそのうちの4巻までが発売されている。これとは別に、テーマに沿って4作品をセレクトした連歌版の1、コイン DVD と、各巻32話ずつを収録した2枚組の、ドドーンと32話てんこ盛りパックシリーズがある。通常版では、パパは強いな、赤ちゃんは楽だね、見いちゃった見いちゃった。 必殺ネズミ取り及び日本未公開リメイク作品は未収録であった。一方、ジーンダイチキについては初回発売時に全10巻購入者特典として配布されたスペシャル DVD に全13作が収録されている。このジーンダイチキ作品については1コイン DVD に猫はワンワン犬はニャーを友達はイーナを除く計11作が含まれている。 ドドーンと32話点こもりパックシリーズには、上記未収録作品のうち、パパは強いなと、必殺ネズミトリが初収録されている。また、国内では、スペシャル DVD でのみ収録されていた、猫はワンワン犬はニャーオと、友達はいいなも初収録された。以上のシリーズでは、黒人差別を指摘される恐れのある部分のカットが、含まれている。 アカデミー賞受賞ノミネート作品を集めたアカデミーコレクションも DVDUMD にて発売されている。声の出演作品によりトムとジェリーの声優が異なる。全6巻。ボリューム13までは第1シーズン放映文、ボリューム46までは第2シーズン放映文がそれぞれ収録されている。なお、ボリューム13収録文は ワンコイン DVD にも収録。1940年から1953年までの作品は日本で著作権の保護期間が終了したものと考えられており、主に以下の DVD が発売されている。また、上企画シリーズとは別に、1枚あたり8話収録でリリースされている、廉価版 DVD シリーズもあるが、日本語吹き替えが、 ボイスオーバー収録ということもあり、吹き替えの出来は良くない。また、このシリーズでは、スタッフクレジット画面にある権利者表記が削除、されている。また、1940年から1953年12月31日までの、作品は日本で著作権の保護期間が、終了しているため、YouTube に多数投稿されていたが、権利者がその多くを削除するなど著作権ラインが、 曖昧である。しかし現在では、パブリックドメインの吹き替え、字幕版、稀に公式の吹き替え版が投稿されてある。本国では、1993年から1994年にかけて、ザ・アート・オブ・トム・ジェリーという全3巻の LD ボックスが発売され、ハンナ・バーベラ第1期114話に加え、スパイクとタイクには、 チャック・ジョーンズ期34話の全話がノーカットで収録された。これらの時期の作品の市販商品としては最も完全なものとされている。DVD ではスポットライトコレクション全3巻がハンナ・バーベラ第1期から112話を収録している。ここでは人種偏見要素が特に著しく認められるお掃除はこうするのマウスクリーニングと 計算違いカサノバキャットが収められていない。一方、第3巻の特典映像として2005年制作のザ・カラテガードが含まれる。このうち、第1巻と第2巻とは、当初検閲によるカットが施されたエピソードが含まれていたが、その後それは企画意図に反する誤りであったことが判明し、ノーカット版のディスクへの交換が行われた。ただし、 人種偏見を象徴する鉛を強調した音声部分は標準的な英語の新録音に差し替えられている。また、合わせて、ジーン第一コレクションと、チャック・ジョーンズコレクションとが、それぞれの時期の全エピソードを収録してリリースされている。なお、スポットライトコレクション非収録の2話も、欧州版 DVD のクラシックコレクションには収録されている。 2011年以降、ゴールデンコレクションと名打ち HD 修復、リマスターを行った、ブルーレイディスク並びに、DVD でのリリースプロジェクトが進行中で、ハンナ・バーベラ第1期から37話を収録した第1巻が、ワーナーより2011年10月末に発売された。続く42話を収録した第2巻は2013年12月発売と予告されたが、そこには、 スポットライトコレクション同様、お掃除は、こうするのマウスクリーニングと、計算違いカサノバキャットが収録されないことが、判明した。その後、この第2巻は発売延期となり、2016年2月現在、そのリリース時期は、後続巻きも含め未定のままである。HD 修復、リマスターを行ったトムと、ジェリーほとんどの作品が、米アマゾン。 HBO Max にて配信されてはいるが、HBO Max では一部の回のみ配信されており、Amazon では、スポットライトコレクション、ゴールデンコレクション同様、お掃除は、コースルのマウスクリーニングと、計算違いカサノバキャット他パブリックドメイン以降の、作品一部は,は、HD リマスターされていない。ありがとうございます。